皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今年もクリスマスソング特集ということで、ウィンターワンダーランドという曲をですね、アレンジして皆様にお届けさせていただいております。とりあえず、この曲はもともとはもっとね、跳ねるような曲なんですけれども、ちょっとあえてサーフミュージックっぽくアレンジをしてみました。ギターパートをやろうかなと思っている方は、ぜひ参考にしてみていただければ嬉しいなと思います。それでは、ちょっとやってみましょう。まず最初の A メロのところからスタートしますと、普通にコードカッティングって感じです。こんな感じですね。このツッってやってるときに、開放になっちゃったりとか、なんかハーモニクスになっちゃったりとかすると、なんともこう、なんかぬるぬるっとした感じのカッティングになってしまうので、ちゃんとミュートをしっかりして行って、歯切れの良いカッティングをかましてあげましょう。で、その後に、2弦と4弦で、みたいな感じの和音を弾いていきます。ちょっと僕が曖昧なところがあって、楽譜と違って、なんか2弦からスタートしたり、なんか4弦からスタートしたり。してるんですけど、その辺は皆さんご自由にアレンジをしていただければという感じでしょうか。で、何気にこのフレーズ、ミュートするのがすごく難しいと思うので、もしうまくできないぜという方がいらっしゃいましたら、ここの部分もコードで良いかと思います。最初はその E からスタートするじゃないですか。F シャープマイナー。で、B コード。ところは、B から A に行きます。で、We happy tonight は G シャープマイナーから F シャープマイナー。で、Walking in the winter のところは F シャープマイナーから B。という感じで弾いていきます。そして E に落ち着くと。ちょっと弾いてみますと、こんな感じ。こんなんとか、こんな感じでも良いかなと思います。で、B セクションに入ってもまたコードが出てきて。で、P。みたいなところもコードって感じですね。バッキングに関しては、そんな感じでコードを覚えてしまえば簡単だと思うので、楽譜を見ればなんとかなるかなと思います。で、ギターソロになってくると、最初はジョニー・ビー・グッドみたいな感じのフレーズで、みたいなフレーズが出てきます。グリス・サンド。これを入れないと、なんかすごい、こういうフレーズが。単なる12フレット入れないでしまうので、しっかりグリスサンドを入れるようにしましょう。こんな感じです。で、その後も和音っぽく。こんな感じのフレーズです。ちょっとゆっくり弾いてみます。なんとなく楽譜を見ながらメコピをしてみてください。最初から。グリスサンドを入れながら弾いていっていって。こんな感じのフレーズです。チョーキングが入ってたりとか、あとこういうスライドとか、なんかこう、こういうグリスサンドっぽいのとかなんか結構たくさん入っているので、こういうのを細かく拾っていこうとするとちょっと難しいかなと思いますが、こういうのを入れないとなかなかかっこよくならないので、
チョコラ頑張って入れましょう。で、その後は普通にまたコードカッティングに戻ってっていう感じで、まあ、これといって説明することがないというような内容でございます。そうですね。まあ、さっきも言ったとおり、唯一の気をつけるところとしては、まあ、ミュートをしっかり行って、コードカッティングを歯切りよく行うということです。ちゃんとこう楽しげに。楽しげなこのウキウキ感、ハッピー感が出せるように頑張って練習をしてみてください。で、まあ、楽譜のほうにソロはいろいろ細かく書いてあるので、そちらを参考にしていただけるといいかなという感じです。で、どういう指使いでやっているかを知りたい方は、さっき僕がゆっくり弾いたやつを何回も見たりとかして、参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。おす。とりあえずはそんな感じです。手短ですが、以上がギターの説明という感じでございましょうか。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら。